はい、よろしくお願いします。お願いします。お二人は今日初対面ですか？はい、はい、完全に初対面です。初対面です。すごい楽しみにしてました。ありがとうございます。それぞれなんか存在は知ってたというか私ははい、存在はもういろんなところから伺っておりました。本当ですか？ YouTube も拝見しておりますし、本も持っています。 ありがとうございます。私も個人セッションであのしてる時に中野さんの名前が結構出るんですよ。で、あのこのナチュラルスピリットの動画を見てるうちに、うん、あ、いるって思って見て本をちょっと読ませて。ありがとうございます。はい、お二人とも生きづらさを抱えてたっていうところがやっぱり共通というか、うん、それによってね、みんなこっちの旅に導かれると思うんですけど、やっぱそういう生きづらさを抱えてる人が多いですよね、うん、きっと、うん、うん、そうですね、そうです、うん、それってなんか、まあ、性格的な特性とかってそういう部分でそういうことを感じちゃうんですかね。もう人はみんな苦しいのかもしれないと私は思ってます。生きてるということそのものから来る苦しみってのもあるなって思うんですよね。生まれてきていつか必ず死んでいくっていうその根源的な痛みみたいなもの、そこにこう触れ出すとやっぱりどんな状態どんな状況で生きてきた方もやっぱり何らかの苦しみを感じるっていう面もあるのかなっていう気もしてます。ただ一方でやっぱりあの子供の頃にまあ苦しい状況の中で生きてきてる人ってたくさんいらっしゃるので、やっぱりそういうことも関係してるかなという気はします。まあそのまあ、スピリチュアルとか精神世界とかいろいろまあ言葉があると思うんですけど、まあ、いわゆるその非人間ノンデュアリティっていうものと出会ってやっぱり人生すごく変わりましたか？あ、私はあの変わった部分とやっぱ変わらないところってやっぱりあって、基本は多分変わってないんですよね。その自分のこのキャラとか性格的な部分っていうのも変わってないんですけど、気になってたものとかあと自己否定とかがすごく強かったのが、する必要がなかったっていうことにこう落ち着いてくると自然と変わっていくというか、まあ、楽になっていくと思うんですよね。すごい自然な形で、そういう意味では変わったところかなって思ってるんですけど多分ね、私は多くの人とちょっと違うなって思っているのはね、その、まあ、今のお話にもあったけど、現実的な人生をうまくやっていくために何か一生懸命するっていうことをするより前の段階で、いわゆる非人間、みんな一つでみんなスピリットで本当は何も心配ないんだっていうところをちらっと見ちゃったもんだから、この世的にね、なんか自分で自分の道をこう作っていくみたいなところを経験しないまんま、みんなこれでいいんだみたいな、そっちに先に行っちゃったんですよね。多分私はそうじゃないとあまりに辛すぎて生きていられなかったんだと思うんで、あの宇宙が一瞬ねそこをちらっと見せてくれたんじゃないかなと思っていて、でそれをなんか命綱のようにしてずっと生きてきたっていうところがあるんですよね。それで人生が変わったかっていうと、ある意味すごく変わったとも言えるんますけど、その変わった変わってないっていうよりも、その非人間の一番大事なところを知ってから、なんか人間としての普通の人たちが経験していくようないろんなことをやっと経験する準備ができたというか、力がついてきたというか、そんな感じがしていて、非人間の真実を分かりながら人として人間というゲームをやっていく、夢を見ていくっていうことを、まあ、今やってるような感じがしているんです、うん、生きてると本当いろんなことあると思うんですけど、今仮にすごいこう苦しいこととか大変なことが起きた時に、今のこの2人の向き合い方ってやっぱりこの今の状態を知る前とは全然違いますか？
なんかどんな風に向き合いますか。その時の行動を多分すると思うんですけど、でもそう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 、でもすごく深刻には捉えすぎないかもしれないですね。やっぱり反応としてはね出てくると思うんですけど、いろいろ周りの世界でどんなことが起こっても、そしてそれに反応して内側でどんなことが起こっても、そう深刻に捉えないっていう感覚はどんどん私も深まっている感じがするんですね。深刻さが抜けていくってよく言ってるんですけど、だからそれは周りの世界だけじゃなくて、そう内側で起こることに対しても同じ感じがしてるんですよね。恐れを感じたり不安になったりってすることにも、ああそうなってるだけで特にまあいいんだみたいな感じがしてきてます。結構その目覚めとか一別体験とかそういうのを体験したいって方も多いと思うんですけど、スピリチュアル的な成長とか、なんかそういうことにおいて必要だと思いますか。私は一別体験は必要ないと思っています、うん、はってするようなね大きな一別みたいなことを経験しなくっても、その非二元というのはつまりあらゆるものをそのまんま存在を認めていくっていうことなわけだから、自分の内側にあるもの、その痛みや苦しみも含めて全部あっていいんだ、それも自分の大事な一部、宇宙の大事な一部であってあってもいいんだっていうことを、こう内側を少しずつ見ていくプロセスの中でね、そういう感覚を深めていけば自然と、あ全部が私で全部がありのままで OK で何の問題もないんだってことがこうじわーって分かってくると思うんですよね。でその私みたいに何か大きな一別体験する人っていうのも、まあ、時々いらっしゃるけれど、その人が特別な人になったとかそういうことでは全然なくって、私が思っているのは、私ってそのちっちゃい頃から人間としてのいろんな感情とか欲求とかエネルギーをもう全部蓋してギリギリまでこうギュギュギュってこう抑え込んで生きてたもんだから、それがある日突然こうパーンって弾けちゃったんだと思ってるんですよね。それが内側をこういきなり開くような経験になっちゃったけど、多くの人はそういう経験しなくても自分の内側を少しずつ見て受け止めて自分を愛していくっていうことを意識的に深めていけば、その大きな一別体験しなくても、本当はもともとみんなそれを知っているのだから同じことが分かってきます、うんうん。私もあの一別体験は必要ないと思います。でやっぱその後が本当に大変で、逆にそうですね、余計混乱したし、うん、なので一別体験というよりもやっぱり生きてるだけで気づくことって多分いっぱいあって、別に非人間じゃなくても目の前のことで結構気づくことって山ほどあるんですよね。私もなんか引きこもりで苦しい時に効果があったなって思うのは、自分のどんな感情もいいよいいよって受け入れたんですよ。人のこと悪態ついてもいいし、あのムカつくって思ってもいいし、あいつどうにかなってしまえみたいなのを今は思っていいよみたいな感じでやってたら、本当になんか半年ぐらいでふってこう生きるエネルギーが湧いてきたりとか、地球の旅行に来た気分で今だけを生きてたらこう自然と理解が起きてきたので、むしろそういうなんか特別の一別体験って一瞬だし、日常のこの今を大事にただ生きるっていうすごい平凡になっちゃうんですけど、そこにこそやっぱなんか詰まってるいろんな気づきとか、なんか生きるなんかこのワクワク感とかで、最終的にやっぱ人の人生全部がもう悟りだと思ってて、なので何かこれこれっていうよりはもう生きてるだけで悟ってるよって私は思うんですよ。ただその中で、ね、苦しい時にそれだけ聞いてもいや全然そう思えないって多分なってしまうので、そういう時はセッションとか本を読んでもらったりとかしてこう活用してもらえたらいいかなって思っていて、うん、だから、うん、いらない一別体験は、う
今こうしてこの世界がこういうふうに存在しているっていうことそのものがどんだけ不思議なことが今ここで起こっているのかってことですよ。そのことがじわーっとこう見えてくる時がねありますから、そしたらその感覚ってねだん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 日常の中に浸透していくんですよね。一瞬一瞬この宇宙の神秘がいろんな人の姿あるいは人だけじゃないあらゆるものの姿として今ここに展開している、これがどれだけすごいことなのかっていうことを分かりつつ日常の生活をやっていく、それがなんかね目覚めて生きるっていうことだろうし、実はだからそれを分かってないと思っていてもこれを見てくださってる皆さん全員がもうそのスピリットの現れ宇宙の神秘の現れなんだっていうことをねお伝えしたいなと思ってます。ね、だって子供の頃こんな発信を自分が今するなんて思わないですよね。思ってなかったですね。まさかです本当に、ね、こういう文章とか言葉だけでこう考え始めちゃうじゃないですか。非人間ってやっぱ考えたら考えるだけ沼にはまっていくと思うんですよ。なのでなるべくやっぱり言葉じゃなく、もうこれは中野さんと多分私共通していて、もう本当に今感覚だったり見えるものだったり音だったりとかにの今あるものにこうちょっと意識向けるだけでもスーッとこうほどけていくっていうか、楽になるところもあると思うし、実はそれやってたら結構何でも勝手に物事を進んでいってるのがよく分かってくると思うので、すごいシンプルですよねやっぱりね、うん。